ホラポス、関西百名山。ワウワウ。7時52分、JR 和歌山駅です。ここを通過して今日は初めての試みですね。何ですか？慣れないビジュアルですが、我々はレンタカーを借りて向かっております。77座目八幡岳登山口に向かっております。見てください、この広々した和歌山の景色。9キロなんですが、ここが激狭ですね。頑張りましょう。すごい新緑。あと 800m 釣り堀まで、釣り堀で車を置く予定です。ここが登山者用の駐車場です。はい、こんな感じで止めました。本当は登山者用はそこが登山者用です。が空いてなかったのでここに止めさせてもらいました。はい、アマゴセンターの人にお断りします。はい、おはようございます。皆さん改めまして、時刻は9時13分。こちらに、声をかけました。うん、アマゴ釣りがね、思いのほかたくさんいらしてくるんですね。うん、車がもう確かこの奥、この奥が一番、
現在地ここで、はい、こう橋渡ってててって行く感じですね。はい、まずはこの滝を目指しましょう。はい、すっごい細い道でしたね。大丈夫ですか？怖かった、怖かったな。あれを帰らなあかんってちょっと言うちゃえ、対向車来ませんように、ね。さらに車で行くと、はい、往復 4. 点何キロぐらいの工程になるらしいんですけど、我々は天子センターに止めて、まあ 7. 点何キロぐらいの、うん、今日は工程になると思います。ピストンです。滝すごかったね。おめっちゃ綺麗よね。上から見てもすごいわ。1日かけてだいぶね雨降ったみたいなんで、うん、雨量がね、雨量というか水量がすごいよね。あれも滝とかね、水流がすごい綺麗だったから歩いてもいいんちゃうかって言ってはい、これを渡ります。ここに矢印ついてます。登山口過ぎたらひたすら丸太です。丸太が来たって言ってたこれ。ありがとうございます。ベンチなんかこれ、一応ベンチか、休めるよって感じよね。うん、昔は何か見えたんですかね、この下。あ、まああれですよね、道はねすごい分かりやすくてね、さすが関西百名山って感じね。はいはい、距離は短いけど勾配をガッと高度を上げるって感じ。うん、なかなかですな。もう延々丸太ですよ。大トレやな。久しぶり。ありがとうございます。出演してください。え、 YouTube です。 YouTube です。 YouTube なんで。 YouTube なんか初めて YouTube。 嬉しいな。イエーイ。
ありがとうございます。こんなとこで会うと喜んでもらえて嬉しいですわ。フォローします。ありがとうございます。ちょっと私女の人ばっかりか、アドちゃんとよさん派なんで、あんまり男の人たち走るから。あ、そうなんですか。あ、今日レンタカー、あのチキンやからレンタカー来ました。やっとね、リュウちゃん人気が上がってきたね、リュウちゃん。なんでやね。私を先に気づいていただくって珍しいですけどね。だいたいリュウちゃんはちょっと通り過ぎてからなと思われて、私が後から来るとあーって感じだけどね。まさかのリュウジさんですね。もう感激ですね。感激や。マルタが終わって終わったんですけど、ひたすら急なんですよねこれね。はい、距離が短いでだけあって、ものすごいあの上げていきます、高度を一気に。容赦なし。疲れた。運転疲れや。運転疲れ。もう帰りは運転しなあかん思ったらもうゾッとするわ。大丈夫よ、あんな容赦みんな来てんねんから。車が来たらもう置いて逃げるからな。あのさ、でもさ、ここを昼からにせんでよかったよな。昼からやったらさ、あの車全部出てきたらえらいことやろ。うん、えらいことなあ。うん、なかなかですわ。ね、あーすごいねえ、うん、川の海が見えてるんじゃない？そう、どっち？あっち。ちょっとよくわかんないな。眩しい。おお。なんかちょっと、いきなりって感じ。よし。どうした？時刻は10時58分。はい、距離は 4.15 キロ。はい、これまず関西百名山は第77座。プロ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 。タッチやりました。たー、ラッキーセブンさん、やりましたー。ねえ、プル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 、いいのみたいな。タッチやりました。休憩です。はい、でも時間的にもう周回してるやろな。すれ違わへんかったということは、今日の美味しい、シンプルに梅干しおにぎり。こういうのが美味しいんや。うん、美味しい。美味しい、最高。はい、時刻は11時11分、うん、4.2 キロでしたね。はい、このまま来た道を帰ります。はい、すごいナイスビューですよ。うん、
滑るのよ、この岩がね。こんなに風通しよくってこんなに苔もしてるってことは常にこう湿気を帯びた風がな、うん、吹いてんやろな。そういうこと。もう緑がすごいね、緑の量が。もう両側から。丸太の下りです行け丸太なんとポピージャングルみたいやっぱ、ね、ピストンでもね、行きと帰りじゃ時間帯も日の降り方の量も違うしね、うん、なんか全然印象違うよ、うん、もうなんかジャングルに降り立ったって感じちゃう？行け、獣おい丸太や丸太56分、距離は 5.95 キロ、はい、登山口まで帰ってきました、はい、ここからあとは林道歩きで、雨ごつりのとこまで帰りたいと思います、はい、ここからが本番ですね、怖っちょっと怖いですけど往復 4. 点何キロのとこの駐車場まで行けますと。で、内原が行ったのはこの右側、はい、はい、まあ行けんこともなかった、ね、なかったな、あの、うん、ここと一緒ぐらいやもんね。そうそう、はみじ幅的にね、うん、ほんで上から落ちたあの瓦礫とかを随時こう避けてくれてるからきちんとなってたから道が、うん、そうそう、だから全然行けたね、行こう思ったら、うん、12時28分、距離は 8.5 キロですね、はい、3時間14分の旅でした。あの雨ごつりのおじさんにお礼を言ってきました。 はいはい、あれこっちから来たって感じで見られましたけどね、はい、いや楽しかったですね、はい、もう景色抜群でした。それではこれからお楽しみに向かいたいと思います、はい、バイバイ雨子、対向車来ませんようにお願いしました。やりました、広い道路に出ました。ちょっとひと心地です、かっこいい、ヒュヒュ、冷やせもんやねもうな、後輪落ちるか思ったな、怖っ、まあ、しかしこれをな、やっぱ最寄り駅からアプローチだけで十何キロはちょっと骨が折れるかなって。30キロじゃん、多分全行程で30キロになるんちゃうかな。やろう思ったらやれるんやと思うね、噂野駅から、うん、ただそうすると藤棚が見られへんからさ、そうそうそう、やっぱこの経験値を上げるという意味でいっぺんやってみたかったよね、このレンタカープラン。ちょっとアクロでね、ヒヤヒヤしましたけどね、もう登ってる最中からうっと花粉ですね、登ってる最中から帰りの運転を考えるとあれやな、憂鬱と言ってました、そうやいう感じでした。
ほんまや、迂回路とか書いてないんか。まさかの通行止めや。どうしよう。目的地周辺です。音声案内を終了します。お、結構駐車場入ってますね。ほんまやね、ぐるっとなんだ、うん、へぇ、健康階段ぐるっとこいつ 1.7 キロ、そうそう、うん、これやろう。はい、はい、この路線の端の方と、ほんで同じ通り、ニーピンクがね、何かしか、という状況です、ね、ありがとうございます、はい、これからです。はい、あ、いい匂い、いい匂い、六分酒、健康階段です、健康階段、うん、ほらほら、こう、そうやな、こっちから帰りに出てくるってことやな。こんな色もあるんやな。ピンクもあるって言ってたね。大体紫やけどね、うん、あの入り口の。私も知らんかったわ、白い花あるの、うん、へぇあそこ、こういう富士山やな。あ、ほんまやね、ほんまやね。まあまあ、咲いてるっちゃ咲いてるから。今週中にピークを迎えるぐらいちゃうか。うん、ここがメインルートですね。うん、ちょっと膨らみかけたこの感じが迎えてくれております。一般的な色だよね、やっぱね。うん、健康階段言うだけあって健康だね。うん、うん、こんな色もあんねん。ピンクの富士を初めて見たかもしれんね。うん、どうだ、うん、お手洗いもあります。ここが一番なんか咲いてる。うめえな。さっきちょっと匂いましたね。ああ、よかったです、よかったです。どんな匂いかというと、もう立って、でも人工的な匂いではないやろ。なんちゅうのかな、はい、車にポッピンちゃんちゃんもうこうやって咲いとったら綺麗な、やっぱりな。そうやろ、うん、ほんまこれが全部こうバーっとね、うん、富士棚でもなんでもいい、ただの富士の木やんこれ、ね、そういうことやな、そういうことや。はい、一周回ってきました、はい、時刻は13時58分、はい、40分ぐらいですね、はい、530円です。やりました、530円です。およそ4キロ先、右方向です。リッチに高速乗りました。和歌山駅のレンタカー返すために、次はガソリンスタンドに向かっております。ガソマンにして返さないといけません、返さないといけません。リュウイさんはコーヒー飴で必死に眠気を紛らわしています運転眠いよね。3時34分、はい、無事あの4時までのレンタカーを回収終えることができました、はい、ガソリン入れるのも久しぶりでねちょっとおたおたしましたね今の車はもうガソリンのパカってやつさえもないよね。パッといろいろカルチャーショック受けました。じゃあこれから和歌山駅すぐそこなんですが向かいたいと思います、はいはい。
ゆっくり。